待って、どういう視点？見えないんですけど。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年12月3日土曜日の午後3時57分です。では本日のお知らせです。明日おさえさんがアイラトーンを出ていくそうで、引っ越しの準備をされています。寂しくなっちゃいますね。おさえさんとお話ししたい方は今日中にお家を訪ねてくださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てか、そっかそっか、おさいさんがいなくなるんだな。めちゃくちゃ忘れとったんやけど。そっかそっか。あら、アイラさん、なんだか久しぶりよね。もしかして忙しかった？あんまり無理しちゃダメよ。素敵ね。そんな久しぶりですっけ？え、そんなに久しぶりじゃなくない？え、私前回もしかしてセーブしてない？え、したよね。したはずよ。多分したはず。え、してなかったんかな。え、前回ってあれか、ハーベスト、あれが前回やとしたら、あー、うん、して、え、でもこの格好あれよね、海に潜った時のマリンスーツよね。じゃあしたよ。やあ、ごきげんよう。今日もこの島でライブをさせてもらっているよ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時からは曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。なるほど、オッケー。おさいさん、ここのお家あったよね確か。は、綺麗に片付いている。しかしあんまり家のね、なんていうん、印象がないんやけど、そんな訪ねてきたことなかったっけ。めっちゃかっこいいやん、壁も床も。今更ながら、おや、アイラじゃないか。訪ねてきてくれてどうもありがとね。いよいよ明日にはここを出ていくよ。あんたに相談した時はまだちょっと迷いがあったけれど、ここまで来たら腹くくるしかないね。仲良くしてくれて嬉しかったよ。うちがこの島を出て行っても元気で頑張んなよね、パネ。まあスケバンっぽいなとは思いよったけど、やっぱね。家の中身もめっちゃギャルって感じ。虎柄ってなんかなかなかないよね。私ヒョウ柄とか好きやけどさ、ああいうなんかがっつりラムちゃん的な虎柄は持ってないな私。さあ、それじゃあお仕事に行きましょうか。やっほー、久しぶりだね。あゆな、仕事するならまずたくみさんのとこだよ。マジ私したよね、セーブ。ちょっと不安になってきたんやけど、そんな前じゃないことない。ここでまで久しぶりって言われてしまった。あゆのちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。あれはゲーミングチェアですか。あゆのちゃんどうしたの、お仕事する？します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。さーて、話を聞いてきましょうか。グルミンがおったのだけは見えた。お菓子作りが趣味ですって言えるようになりたいの。なるほどなるほど、お菓子。ジャングルみたいな部屋でかくれんぼしたいな。ジャングルみたいな部屋、効果的なトレーニング方法を物理的に研究するぞ。それは居眠りではなくて、イングリッシュガーデンで美味しい紅茶を飲みたいな。イングリッシュガーデンめっちゃおしゃれやん。みんなといろんな趣味が楽しめるガレージ的な部屋があればな。ガレージ的な部屋、あ、ちゃんと座っとる。密かにゲームを開発して一山当てるぞ。ゲーム会、なんか今回めちゃくちゃ難しくない全体的に。まあでも、お菓子作りが趣味ですって言えるようになりたいの。食べる方じゃなくてかな、雑誌見てるけど。グルミンで行こう。今はプライベートで来てるからサインはごめんね。あれ、あんた別荘コーディネーターやってる人？アイドルグルミン。最近別荘を持つこと考えてるんだけど、プロのアドバイスが欲しいとこなんだよね。よければ相談乗ってくんない？キュン。
お聞かせください。ぜひとも。マジ超嬉しい。じゃあ早速お任せするね。キュン。お任せを。よろしくお願いします。与えてきベストな別荘はこんなイメージなんだけど、なんかそんなにね、なんやろうな、この間の保育園みたいな感じで街中っぽい感じのがねいいかなと思うんやけど。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。そんなに田舎のイメージじゃないよね、ぐるみん。どちらかといえば都会っていうイメージ。お菓子作り。お菓子作り。ねえ、前回のここがやっぱちょっとしっくりくるかなとは思いつつ、ここ作れるんかな。もう空いてるところいっぱいあるけど。でも選べるようにはなったんよね、多分あれ。この辺も可愛いけど、でもなんかな、菜園とかやってそう、外。外の感じで言うと。街中ってあの一箇所しかないんかな。お菓子作りが趣味。まあ、ここかな。うん。じゃあ、ここで。素敵、いいじゃん、いいじゃん。早く直接見たい。キュン。それではグルミー様、輸送の場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、グルミー様を現地にご案内してね。了解です。さあ、来た来た。キャー、いい感じのスポットじゃん。ここに与える別荘ができるのか、超楽しみ。キュン。それじゃあアイナさん、よろしくお願いします。キュン。さあ、お菓子作り。外側どうしよう。あ、でもな、趣味やけんな、売るのとはまた違うんよね。とりあえず可愛い家がいいよね。外見的には、どうかな。お菓子作りが趣味、これが可愛いなとは思うけど、でもグルミンのイメージ的にはもっとほんわかした感じなんよね。こっちこういう感じんで、屋根が茶色、オレンジ、ピンク、かわいい。かわいい。ライトグレー、グレージュ、グレー、白。ベージュ。あ、ベージュかわいいな。緑。どうかな、ベージュで。で、壁が、ピンク、ブルーグリーン、白。組木ではないね。漆喰。漆喰か土。漆喰になったら一色で、土になったらなんかちょっとね、二色になるんよね。その方がいいかな。ピンク、ベージュ、ブルーグリーン。白は？あー、下がそういう感じか。どうかな。緑かわいい。いやー、でもな、ブルーグリーンで。屋根なんかな。ちょいと違う気が。オレンジ、白、オリーブ。白、ちょ待って、白でグレー、ベージュ。あー、ベージュなー。ミントブルー、ミントブルーで、なんかもうちょい色味が違うよね。めちゃくちゃ悩むやつ。
なんかどれも合わんような気がするんよね。これでベージュかな。このミントブルーもうちょい薄くしてくれんかな。どれやっても気になるんよね。なんか白、白でドアが、ドアの質感が違うんかな。あー、こういう感じならいいんかもしれん。ピンクのシンプルで、壁ここ土、あー、土の方がいいかな。白い土壁で、ドア飾り、ハート、オレンジ、モノトーン、ブルー、ピンク。いやでもピンクかな。まあ色全然違うしね、ドアと。オッケーオッケー。屋根、あーでも可愛いな。赤、緑、やっぱドアが違ったんやね。ドアが違うけん、なんか全体的にうーんって感じになったんや。めっちゃ可愛いもん普通に。あー、これも石じゃなくって木製かな。赤、赤可愛いような気がするんよね。白、オリーブ、ピンク。赤かピンクやな。ピンクかな。もうブリブリにしとこ。女の子感ブリブリにしとこ。うんうん、ゆきゆき。んで、あと外に、いやなんか屋台っぽい感じのさ、出そうかなと思ったんやけど、あれか、中でお菓子作って、外ではなんか優雅な感じでさ、食べられる場所を用意しよっか。やっぱおしゃれっていう感じよりかは、可愛いっていう感じの方がいいかな。キュートなティーテーブル。これ色味変えれる？スカイブルー。イエロー、レッ、うわ、草。草じゃない。めちゃくちゃ、超ビビッドですね。でも色味的にはイエロー可愛いけど、でもなんかちょっと違うかな。アルミウッド。いや、クロス付きラウンドテーブル。そこまでしっかりせんでいっか。まあね、なんかちょっとテラスにあるような感じ。いけん。ガーデンテーブル。いや、これも、ブラウン。いや、なんかもうちょい違うんよね。なんかない？あー、カフェのパラソルテーブルとかかな？イメージ的には。これの、色味を、あ、ホワイトいいね。で、パラソルを。ピンク。あ、パターンでもいいけど、パターンにするとしたらどれだ？でもピンク系かな。この辺は違うな。トラディショナル。レトロ、かわいい。かわいい。ナチュラル。いや、違う。あ、でもこれかわいくない？この花柄。あー、ドーナツ。かわいいけど、違うか。めっちゃかわいいんですけど、ピンク地に茶色のヒョウ柄。よきー。いや、まあ、ここは、普通にピンクでいこう。でも、ピンクにピンクなんよな。ピンクにピンクやけん。ここ、パラソルの色はやっぱ違った方がいいかな。テーブルの色は白でいいとして。グリーン。もうちょっとさ、なんかネイビーじゃなくって、ライトブルー。あー、ライトブルー。ライトブルーにしたらどんな感じ？あ、でもいい感じかな。あ、おしゃれ着じゃない？んで、こんな。いや、お店やんな。めっちゃお店やんね。それはそれでちょっと違うな。個人で楽しんで、あくまで趣味やけんね。うんうん、
椅子どうしよっかな。ガーデンチェアかな。いや、アルミウッドチェアか。ここ、いやでも白がいいけんな。違うか。ガーデンチェア。ガーデンチェアで普通に白で大丈夫か。じゃあこれ2つぐらい置いて。で、こっち側に一応なんか花畑的な花壇作ろう、花壇。花畑って。あ、木も植えたいね。果物系の木がいい、やっぱり。桃で。可愛さで選ぶ。私なら確実に梨やけどね。確実に梨の木にするけどね。あ、これいっぱい。あ、どうしよっかな。さくらんぼと、交互に置いとこう。よいしょ。いける？あ、いけるね、いけるね。あ、ここ邪魔やんね。ここ邪魔やんね。うんうん。どうする？普通にきっちりこうやってたんでいっか。うんうん。これでいいや。んで、横に、横に、またあの、ちょっと手洗いのね。あれ結構好きなんよね。可愛くない？なんか、どこに置いてもおしゃれな感じするよね。どの家に合わせてもなんか、あれでおしゃれになる気がして好きなんやけど。ウォータービュー。可愛いやん、これ。こっち側に手洗いあって、ってことはその辺に、あれか。じょうろとかはなかったね。そのホースの方がいいか。じょうろなんかで木に水やらんよね。うん、ホースかな。で、置いといて。んで、あとは、そう、花をね。どんな花がいいかなー。ピンクのチューリップかわいい。ピンクのバラ。バラを、じゃ、2色ぐらい置いとこっか。じゃ、黄色いバラ4つぐらいと、あ、かわいい。え、黄色いバラめっちゃかわいいな。黄色だけにしよっかな。あ、黄色と白にしよっか。いい感じじゃない？結構多かったかな。いや、まあ、どんな感じになるかちょっとわからんけど。こうね、色を交互に置いていこうかなと。いや、いい感じ、いい感じ。なんかすごい爽やかな感じ。ね、いいよね。かわいい。まあ、安直にかわいいイコールピンクにしようかと思ったけど、あ、やっぱ足りんね。足りんかったね、全然。あ、消してしまった。待って。待って待って。どのあたり？この辺まででいっか。ちょっとだけやったね、足りなかったの。んで、ここで、なにこれ、氷の柵。前まであった？それ。レンガじゃなくって、ラティスぐらいか？横板。いや、でもラティスなぁ、でかすぎか？大きなじゃないにしても、ちょうどいい、花壇にちょうどいい感じ。丸太ぐらい？あ、下まで行くのか、すげえな。こんな感じか。かわいい、かわいい。よきよき。で、じょうろとかないもんかね。ないもんかね。じょうろ、じょうろ。小物のとこかな。でもこの辺結構なんか食べ物ばっかりなイメージが。あ、でもこの辺あるか。バケツはあったけど、じょうろはないっぽい。あ、家の中絶対グルミーの写真飾ろう。確実に自分大好きやと思うけん。
いや、いいこと。自信があるのはいいこと。木製のバケツ、木製のバケツでもいっか。ちょっとずつ、ひしゃくみたいなんで巻き寄るという風に想像して。こっち側に置いとこう、端っこ。よし。んで、外こんなもんかな。別に、あとはもう、どう？大丈夫そう？外。まあ、こんなものなのでは。じゃあまあ一旦、中入りますか。はい。いいいい、かわいい。はい、で、中ね。この3つか。でも意外と、あ、そっか。色変えれるんやね。あー、どうしよっかな。めっちゃ水で寄る。ホワイトかな？もう上まで一色になってしまうのはちょっと違うと思うよね。現状、天板は、木を残しつつ、下はホワイトで。で、これで。んで、これも変えれる。シルバー、レッド、ピンク、ライトブルー、イエロー、ブラック。レッドめっちゃかっこよくない？レッドめっちゃ好きやな。でも、ここに置くとしたら、どれだ？ピンクかな。ボールの色も、ボールの色、なんか白とかにしてくれんかな。メタリックやんね、あれなんか。これは？スタイリッシュ。ナチュラル、ナチュラルで。で、とりあえず、壁紙。ビターチョコ。なんか、イメージと違うよね。こんな暗い感じじゃなくって、もうちょい明るい感じ。玉のれん。いや、違う。青いシンプル。白い小花柄。この中で言うなら白い小花柄。この中で言うの、あくまでこの中で言えばね。ブラウンのアーガイルタイル。いや、なんか全体的に違うんよな。全体的に違うんよな、なんか。そういう感じじゃなくてさ、もうちょいなんか、キルキルした感じというか、わかる？もうちょいなんか違う感じなんよ。ピンクのペイントウッド。ここ全部壁紙やろう？ピンクのシンプル。あ、ピンクのシンプルかわいい。アイスクリームショップかわいい。かわいい。え、かわいいけど、そうじゃなくって。でもな、なんかそんなないんよね。そんなないんよね。まあでもお菓子作りが趣味。中は、まあ、キッチンって感じにした方がいいんかな。ってことは、白い小花柄に、床。で、ブラウンのアガイルタイル。かなぁ。なんかなぁ、違うんやけどなぁ。いちごチョコアソート。かわいいけどめっちゃ浮いてるな。テラコッタタイル違うな。ホワイトハニカム。うわ、なんか違う。ジョイントマット。ジョイントマット雰囲気はかわいいけど絶対違うね。ホワイトチョコ。なんかどうしてもあのね、キッチン周りの道具が浮くんよね。フォルク、パイン材、桜のウッドフローリング、白木。どれをやっても違う気がしてくる。まあでも、この中で選ぶってことやけん。この中から選ぶってことやけん。うわぁ、暗いなぁ。やっぱこれかなぁ。ですね。
ウェルカム。ピコン。かわいいよね、このウェルカムマット。こいつは足元に。で、冷蔵庫とか置きたい。ある？冷蔵庫。何ステッカー。あ、ステッカー貼れるんや、かわいい。キュートで。で、カラーが、まあでもカラーは普通にホワイトかな。あ、待って、変えれてないよ、今の。はい、これで。で、まあ、冷蔵庫。ちょっと待ってよ、この辺の、アイランドキッチンを置きたいよね。ブラックめっちゃかっこいい。なんかちょっと大理石調じゃない？ブラックだっけその辺。あ、でも一応何？ダークブラウンも若干そんな感じなんかな。これすごいはっきりと大理石調って感じよね。めっちゃかっこいいけど。あ、でも、私個人的には、ブラックが、このレッドブラックめっちゃかっこよくない？グルミンって感じじゃないけど。ピンク系とかないんよね。どうしよう。ライトブラウンかな。あっちのさ、あのなんかこっちにちょっと合っとる感じの。で、こう真ん中に置くやん。んで、この辺で作業します。これどうしよう。あっちの方がいいんかな。ちょ、上だけ取りたいんですけど。ふふ。で、こっちね。はい。んで。あー、カップボード。ね、カップボードって食器だなってこと？いまいちちょっと英語がはっきりと。サービングカート。まあ、外に運びに行くのにいる？ナチュラル、ブラウン、ホワイト。まあ、ホワイトかな。ホワイトシルバー。いや、シルバーいらんな。レッドかっこいい。ブラックもなんかかっこいいね。ゴールド入っとって。いや、ホワイトやな。よしよし。完成したやつここに乗せて持っていくよ。んで、まあじゃあ、カップボード、ナチュラル、ダークブラウン、ホワイト、ブルー。ブルーかわいい。ピンク、グリーン、ヴィンテージ。ヴィンテージかっこいいね。ホワイト、どうかな、ホワイトかな。なんかもう全体的に白すぎ。いや、でも他に合いそうなのもないしな。それでいいよね、別に。これなんか間に、間もっとさ、なんかちょっと作業用のテーブルみたいなの欲しいよね。ティーテーブル間に挟むか。これ挟むとしたら、ホワイト？ブルーかわいい。これホワイトにして、この辺間挟んで、電子レンジ、電子レンジ。ホワイト、ブラック、レッド、グリーン。グリーンかわいいね。うちのレンジはね、え、うちのオレンジでどんな感じやっけ？黒やっけ？白やっけ？どっちかやったと思う。どっちかやったと思う。そんな感じ。どう？合う？やっぱなんかね、壁紙と床が気に入らんねよね。正直そこが全然気に入らんねよね。で、お菓子作りやったら絶対キッチンスケールいるよね。イエロー、グリーン、ブルー、ピンク。アイボリーかわいいね。アイボリーにしよう。うんうん。ここで測って、ここでシャカ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 。これ何？砂糖？ガラスジャー。何ガラスジャーって。いや、置いとこう。でも中、中身変えれるんや。へえ、塩、パスタ。おー、なるほどね。ナッツ、コーヒー豆、果実シロップ、クッキー、マシュマロ、ケイト？
急激に食材じゃなくなった。まあ、とりあえず何でも入れる小物入れってことやろ。ざっくりと。どうしよっかな。ナッツにしよっか。お菓子に使う。ラベル。ブラウンラベルかわいい。これで。クッキーとかに混ぜ込めばいいやん。ナッツ。で、ゴミ箱やろ。キャスターペール。うちのやつ形的にはこんな感じなんやけど、なんか台所にね、こんな形のゴミ箱が3つ並べて置いてあるんよ。キャスターついてないんよね。こんな形やのに。確実についてる形やんか。いつもね、忘れて引きずりそうになるんよね。イエローかわいい。燃えるゴミと燃えないゴミで分けとこ。分別大事。どうしよっかな。ブラウンも可愛くない？なんか。なんかこれ思いっきりあれやんね。これカラーだけじゃなくってさ、こうカラーによってラベル違うやん。これ生ゴミじゃない思いっきり。で、さっきの私、これね、瓶買うよね。で、これが紙ゴミってこと？まあ、そんなの気にせずに置こう。そんな部分はもう全然気に、こっち側に置いとこっか。確実に作り売る側にゴミ箱あった方がいいよね。ってことで、まあ、振り向いたらそこにゴミ箱がって感じに。うちはね、台所にあるこういう、うわ、もっとくっつけたい。キャスターペールはね、燃えるゴミ、プラスチック、敏感やけんね。あ、ちょっとなんか邪魔やな。もうちょいこっち置いとこう。なんか、幅取りすぎて邪魔。あ、いいね、いいね。いい感じ。あ、こういうなんか完成品はもう乗せとくんでいっか。フルーツカップケーキ。これを作ったということで。あとは、あ、この辺のキッチン吊るし。木製ステンレスポップ。あ、でも一応あれよね。台所の、シンクのところに置いとるのは私ポップにしとんよね。まあ、ポップかな。この辺吊るしといて。んで、換気扇が欲しいな。あ、足元のキッチンマット。青いパターンキッチンマット。まあでもこっちかな。はい、キッチンマット。取れないんですけど。取れないんですけど、ちょっと待って、邪魔。はい、キッチン、あ、ちょ待って。はい、この辺。あ、違う。丸ごと動かしたい。なんかアイランドキッチンの下にも欲しいよねとは思うけど邪魔やけん、まあ、いっか。で、この、このじゃない、このすぐ上ぐらいにシーリングファンを、これ色変えれるの。ホワイト、ブラック、シルバー、真鍮、グリーンかわいい。どうしよう。かっこいいね、これ。木製、おしゃれなカフェとかにありそう。グリーンかイエローかな。イエローどんな感じ？あー、いいんじゃない？でもってちょっとこれ中心からずれとるのよ。ねえ、上から見たらめっちゃ分かって気になった。そんなもんすか？んで、あとは？他は別に。あ、待って。換気扇つけとこう。換気扇。換気扇って小物？小物か？あ、違う違う。壁か。壁掛け。で、換気扇。換気扇も色変えれるんや。ホワイト、ピンク。あ、羽の色。ブルー、グリーン、オレンジ。ホワイトとピンク以外、なんか凄まじく違和感が。ピンクぐらいやったらね、なんかちょっとオシャレなんかなって思うけど、他のはちょっとなんか奇抜すぎて、ピンクにしとこ。あ、かわいい。花みたいよね、花。で、あとは、あ、時計。お菓子作るのね。時計も大事よね。鳩時計かわいいな。
でもどうかな、オレンジの壁掛け時計ぐらいでいい。オレンジ、ブラッドオレンジ、ブラッドオレンジおしゃれやん。めっちゃおしゃれじゃない、可愛くない、いいねいいね。え、どの辺置いとく、真ん中、なんかな、絶対さ、もうちょい、床だのさ、壁だのさ、もうちょいポップさ欲しいよね。モノクロドット。あー、でも、どう？でもさっきより全然マシな気がする。パープルドット。モノクロ、パステル、パステルドットかな？で、床板。どうしよっかな。パイン材フローリング。桜、ん、違うね。なんか縦よりかは横の方が好きなんよね、私。あー、なんかかっこいいな。ダーク。ナチュラル。赤レンガ。これは違う。白レンガかわいい。白レンガかわいい。あ、でもこれにテラコッタタイル。これ結構いいんじゃない、嵐の中では。私の中では。あ、なんかこれぐらいポップな方が好き。かわいい。さっきのなんか暗かったもんね。オッケーオッケー。それで、でもそんなもんかな。そんなもんかな。あ、てか、外のテーブルにもなんか置いといた方が良かったかな。まあ、あれはあれでいっか。で、こんな感じで。あー、いいいい。よきよきよき。よきよきよき。間違うちょっと寂しいよね。壁。まあ、でも、どうだ。絵ぐらい飾っとくか。学入りポスター。ブラウン、グレー、ホワイト、ブラック、レッド、ブルー、イエロー、グリーン。レッドかっこいいね。ホワイトで、なにこれ、タイポグラフィー。木々、あ、パンケーキ。なるほどね。ま、これ何のチラシって感じやけど。めっちゃね、何のチラシ飾っとんやろって感じやけど。あ、でもこれレッドでいいんじゃない？んで、あとは、まあ、自分の写真、飾りますか。あ、これもしかしてあれ？こっちか。ポスターだな。ポスター、ポスター。ポスターで、ブルーミン。こっちにパンケーキ、こっちにグルーミン。よしよしよし。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。オッケー、できました。調子はどう、いい感じ、キャン。完成しました。キャッホー、待ってました、キュン。時間かけて作り込んでくれたんだね。与えのためにありがとう。嬉しいよ。お疲れ様、アイナさん。いえいえ。グルミン様、お菓子作りが趣味。どうでしょう。いい感じですか。もうちょっと見るとこあるやろ。ウェルカムマットよりも。待って、どういう視点？見えないんですけど。いい感じですか。ここで思う存分、お菓子作りをして。食べに来るよ、私。食べる専門やけん。今日はマジでありがとうね。ねえねえ、帰る前に別荘の写真撮ってかない？キュン。はい、もちろん。そうこなくっちゃ。めっちゃいい感じに撮っちゃって。終わったら声かけてね。キュン。めっちゃなんか、めっちゃ回しよるけど。なに、なんか作ってた？それじゃあ。ちょいとこの辺でなんか作っててくださいよ。
どういう視点で撮ればいいかな、こういう視点、これぐらいかな。まあでもこれぐらいの感じで、私は消えとこうっと。で、これぐらい、これでいいね。オッケー、オッケー、いいやん。ちょっと棒立ち感がすごかったけど、映せたよ。お疲れ様。どうしたの、キュン。帰ります。もう帰っちゃうの？で、引き止めちゃダメだよね。またいつでも遊びに来て、キュン。いい感じにできたよ。何？おかえり、あやなちゃんも。もうすっかりお仕事になれたわね。じゃあ、お給料の1万2000ポケを受け取ってちょうだい。あざす。そういえば、ここで売ってるお土産チョコレート、買ったことある？何回もあるよ。あなたも食べてみた？美味しいわよね。もし気に入ってくれたのなら、あやなと会い帰る前にいくつか買っていったら？お世話になってる方にプレゼントすれば、きっと喜んでくれるわよ。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わります。何の雑談やったんやろ。わかったわ。ゆっくり休んでね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ何人目かわからんけど、今回も可愛いお家ができたということで、よかった。パティシエって感じの家。お菓子作り私も一時期ハマっとったけどね、またあっという間に飽きたんよね。